はい、どうもこんにちは、マリーです。お久しぶりです。最近は動画投稿できなくて申し訳ありませんでした。今回はドドダンゴというアプリを実況していこうと思います。それでは始めます。スタート。名もなき職人。なんか金の泥と銀の泥がありますね。ないけど指を上下左右に動かしたり、丸く円を描くように動かしたりして泥団子をしっかり転がそう。泥団子が気持ちいいところではキラキラ光るよ。いろんなところで泥団子を転がしてキラキラ光る場所を見つけよう。泥団子を気持ちよくさせれば制限時間を伸ばしてもらえるよ。時間いっぱいまで泥団子を満足させてみんなで高得点競い合おう。今日だいぶ滑舌悪いですね。満足した泥団子を割ればどうでもよい商品が景品がもらえる。だるま落としはいらないな。集めても無意味だけど友達に教えると1日1回だけすごい泥がもらえるんだ。はい、それでは作りましょう。転がせ。やる気あります。いらねえ。泥から出るときに皿を忘れたカッパだろう、こいつ。マッドキング。献金値を集めて職人レベルが上がると泥が補充されるよ。この調子で景品のコンプリートを目指して頑張ろう。難しいですね。よし、作りましょう。もう一回、せーの、よいしょ。難しい。いらないやつ出た。ぜひモールくん、俺新しいペット買ったんだよ。やった、よし。頑張ろう。これ結構難しいよ。これね、結構無言になっちゃうよ。コテングケンちゃん。ケンちゃんって木道で敵を真っ二つにだもんだ。よし。ちょっと休憩。取りだめでもしようかな。はい、名もなき職人ですね、まだ。はい、ショップで何か買えますかね。普通の泥、すごい泥。あ、これ課金制なのね。よし、行くぞ。はい、課金制なんだ。お、やった、1万点。
おお、すごい。え、すごい。え、すごい。すんごい褒められてる。っていうか手痛い。え、そんな減るもん。ちょっと疲れてきた。これいつまで続くの？あそこのラーメンどこよ？札幌ラーメン食べてみたい。早く終わって。そんなプラスしなくて。おー、すごい。疲れた。招き猫白2号。何がそんなに出るんだ？え、代理だと？大人だと？ん？閉じる。おぉ。はい。それでは今回はこれで終わろうと思います。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。